パーサートレーナーのゆうじです。僕もね51歳になりまして、自分の体をまだまだ作っていこうとか維持していこうと筋トレをしている中でまあ思うことが多々ありまして、そして僕のパーサートレーニングクライアントでもやはり40代50代の人がかなり多くてですね、まあ60代の人もいますけれども、その中でやはりね筋トレをやっていく上で注意すべきところってやっぱり多々あるわけですね。でそれはやはり20代と50代の体というのは本当に違うなということをちょっと実感してるから、それについて、ね、自分自身もそうだしお客さんに対してどういうねケアをしていったらいいかというところがすごく大切になってくるわけですね。その20代と50代の体の何が違うかというと、まあ基本的にはもう分かりきったことなんですけど、衰えと疲労なんですね。だからこの衰えと疲労があると筋トレやっていて、まあ怪我をします。それ怪我をすると休みます。そうするとトレーニングができないということになります。トレーニングができなければつかないということになってしまうので、できる限りもう怪我をしないような体作りをやっていくかというところが、この年代にはものすごく重要になってくるんですけど、まあ、そういう怪我をしないで続けていくことが一つ一つ積み重ねていって、よりかっこいい体を作っていくことがまあできるわけですよね。で、それでまあ何が変わったかということなんですけど、何が変わったのかというと、腰が硬いということです。これはね、腰の筋肉が収縮するのもなかなかできなければ、ストレッチ伸びることもあまりなかなかできないということで、実際この腰が硬いと、先日もね、僕のお客さんであったんですけれども、トレーニングはそもそもやってるのに、普段の柔軟運動とかその辺をきっちりやってなかったんで、ちょっと運動不足の日々が続いてたんですね。そこでズボンを履こうと思って足を上げた瞬間にビシッとこう腰を痛めたということがあったんですけど、でそのためには、まあ脊柱起立筋という腰の筋肉もあるんですけれども、その奥にある腰方形筋というもう一つの筋肉を伸ばしたり収縮したりというここを運動させておくことが腰痛を避けられることになってきますね。そこの伸びと縮みをしっかりさせる必要があると。でそのためにはまずね、僕も結構好んでやってるのはこの片足の開脚ストレッチ、片足を開いてそして手をこっちに伸ばしていく、あの足とは反対の手ですね、これをしっかりと伸ばしていく。胸と顔は下に向いていいので、この手を遠くに伸ばす、掴むというんじゃなくて遠くに伸ばすということで、もも裏もきついんですけれども、こっちの腰、腰方形筋を伸ばしていくということを、これ左右交互にやっていくということですね。しっかり左右の角度を目いっぱい広げた中で手を伸ばしていくという感じで、これを左右交互に何セットもやっていく必要がありますね。それとまああとは普通にまあこの前屈とかまあ必要なんですけど、まあこれも当然ありますね。でこういった腰の筋肉を伸ばすという方もあれば縮めるという方もあります。一つは筋肉自体を縮めるということで、この状態から腕を上げていくスーパーマンというこの腰方形筋、脊柱起立筋もですね縮めていくという、まあこれもできた方がいいですし、あとは実際こういう感じに腕を突っ張って腰を反らす柔軟運動ですね。これはあの腰の骨の部分ですね、筋肉ではなくて骨の部分にしっかり柔軟性を持たせる。座り仕事の場合には丸まってて、これがなかなかきつかったりするので、これが楽になるように腰は力抜いて腕を突っ張って胸と顔を上げていくだけという、まあこれただただこうやっているだけなんですね。力を抜いた状態で、こういう感じで腰がこれに慣れていくようなことも必要だと。この伸びと縮むということが、それは筋肉の骨にもね、そういう柔軟性がないと腰が硬くて怪我をしやすいということになってしまいますので、ここは気をつけていきましょう。それから、その硬いというのが片方だけ硬いということがあります。これね、結構ありがちなのが、この太ももの前の部分でね、大腿四頭筋が硬いということがあって、こういう足を前後に開いて、これを股関節をさらに開くようにします。このくの字じゃなくて、ここ垂直でもあるので、さらにここ股関節付け根から開く、伸ばすようにした中でのつま先をつかむという、こういうストレッチですね。で、これを左右両方やってみたときに、片方だけ硬い、きついっていう人もいるので、これは硬い方をしっかりやる必要があります。で、中にはこれを自分でこういうふうに持てないという人もいるので、そういう場合にはこういうまあベンチとかソファーでもいいんですけど、ここに足をかけて膝をかなり近づけた状態。それで今の状態に起き上がっていくということがあれば、まあ、自分が持たなくてもこういうストレッチができますので、これを付け根から伸ばすようにね、くの字にならないようにしっかり硬い方を伸ばしていく必要があると。で、さらには、さっきの腰に関しても、例えばね、ここから足を90度、90度にして、うつ伏せにこうひねっていくというストレッチをやったときに、こっちはいいけれども、これまた膝と足首、股関節全部90度にしてこうひねっていくんですけど、この時に、右はいいけど左は硬いとか、まあそういうことがあるんですね。この辺も普段の生活からの、長年のね、生活からの、やはりねじれ、自分の癖というものが大きく出てしまう。その効果で体が固まってしまうので、それも硬い方はしっかりと柔らかくやっていく必要があります。さらには、その片方だけ硬いというのは、片方の肩だけ、どっちかだけ硬い場合があります。この肩が硬いというのも、マウスの使い方が悪くて、右肩が硬いという人もいれば、
右はいろいろ使ってるんだけど、左はあんまり使ってないから硬いという人もあるので、その人の癖によって、これも結構違ってきますね。こういうのも、ベンチプレスとかショルダープレスをやってるときに、重いのをやってるときに怪我を起こしやすいので、やっぱり肩の柔軟性も必要だと。ただ、肩の柔軟性というのが、まあ、いわゆるこういう感じなの、こっちはいいんですよ。こっちはそもそも来るので、これじゃなくて、肘を上に上げて、この上から引っ張る、こういうストレッチ。これをしっかり頭の後ろに引っ張る。この時頭が出すぎないようにやっていくというのを、この左右両方やってみて、硬いなと思う方は、やっぱりしっかりと伸ばしていく必要がありますし、あとは肩が前に来てる、このね、巻き方っていうのもあるので、こういうのは腕を後ろに組んだら、姿勢まっすぐの肩をくるっと後ろに開くことによって、この肩の前あたりをしっかり伸ばすというね。まあ、こういったこともやはりやって、この肩周りを柔らかくしていかないと、さっき言った胸のトレーニングとか肩のトレーニングで痛みやすくなってしまいます。まあ、これもね、長年の生活の癖になってきますね。それから左右の柔軟性のバランスだけではなくて、左右の筋力バランスの崩れというものもありますね。まあ、こういうのはなぜ起こってくるかというと、基本的には自分の歩き方なんですね。歩くときに自分で本当に気づいてないんですけど、片方だけ多く体重をかけて歩いていると、かけてる方は強いけれども、体重かけてない方は強くなかったりとか、まあそういうことが起きてきますので、これ結構あるんですね。そういった場合には、スクワットというね、種目をやってると、あるいはマシンのレッグプレスですね、両足でやってるものをやってると、全然どっちが強いか弱いかよくわからないんですけど、トレーニングをやるとき、やっぱり種類を選ぶということ。片足ずつ運動していく、まあこういうバックランジとか、ね、こういう感じでバックランジをやっていくやつとか、あるいは、もっとわかりやすいのはブルガリアンスクワットですね。こういうベンチとかソファーに足をかけて片足ずつ下ろしていくっていうのを、これが片方はいいけどもう片方やるとものすごいきついとか、あるいは後ろをしすぎるという方があったりすると、それはかなり歩き方に問題があるので、この辺もしっかりやっていかないと、そもそも歩くこと自体で何か股関節が痛いとか、そういうのが起きてしまって、また筋トレ休むなってしまうので、ここら辺もね、ブルガリアンスクワットを取り入れることで弱い方を強くしていくということも必要です。それから年齢を経てくると、やはり問題になってくるのが腱が硬いというところなんですね。まあ筋肉の、ね、付け根、いわゆる筋肉がこう赤いピンクのようなところありますね。そこからこの付け根に至るところっていうのはちょっと白くなってきてって、なんか見たことあると思うんですけど、その白くなっているところとか、その付け根のあたりというのが、年齢がね、40、50代とかになってくるとすごく硬くなってきやすいんですね。これはスポーツ選手レベルであっても、やはり10代、20代と比べればやはり硬くなってきやすいので、これを何もケアしないままでいると、やはり余計に怪我をしやすくなる、一番筋トレで怪我をしやすいポイントなんですね。なのでトレーニングをやるときには、これもね、種類を選ぶというね、ケアというのが必要になってきます。インクラインのベンチで、ね、頭があった斜めに上がったベンチで、このアームカールってのがあります。この結構重いのでやってる人がいるんですけど、これが一番この今言ったこの付け根の部分が後ろに伸ばされた状態で重いのをバシバシやっていると、結構ね、この付け根を痛めたっていうことは本当に起きやすいです。なので、自分は硬いなぁと思う人は特にこういうのを選ばない。あるいはこの重さをちょっとね、軽めでやっていくという、そういう考え方も必要だし、まあ、ベンチプレス自体もやはりね、年を経てくると、やっぱりこう今のこのあたりがすごく硬くなってくるので、まあ、何もベンチプレスを選ばなくても、ダンベルプレスを選ぶという、そういう考え方も、怪我を避けるためには必要になってきます。まあ、それでもね、大胸筋は十分できますから。そしてさらにはそういったね、特に肩周りのトレーニングをしていくときには、ウォームアップをやっぱりしっかりやっていくということが怪我を避けるということになってきます。今言ったように本当に硬いので、まずはそこら辺のウォームアップ、つまり血行を良くしてあげる、そしてここまで動くんだよということをしっかり覚えさせるということも必要なので、本番のすごく重いのを入っていく前に少しウォームアップをやっていく必要があると。でそれはまあこういうね、特にショルダープレスなんかの場合には、一番重いのを急にやるんではなくて、一番重い重さの、まあ、正直僕なんかも5分の1、6分の1ぐらいの重さをまずやります。でそれから4分の1から3分の1ぐらいの重さをやります。で次にまあ3分の2ぐらいの重さをやります。そして最後に一番重い、自分が10回ギリギリという重さをやっていくので、本番セット、一番自分が重いという重さに入っていく前に3、4セットぐらい僕は特に肩周りの場合は入れますね。まあ胸の時も同じ。胸の時もしっかりと3、4セットウォームアップで軽いのをやっていって、それから4、5セット目にようやく重いのをやるっていう風にやっていきます。まあそういったように先に軽いので動かすことによって血行を良くしていくという手段を取っていかなければ、すごく怪我を引き起こしやすいです。であとはこれもね、種目とか種目の順番の選び方というのもあって、肩をやるときに
いきなりプレスから入るっていうのはやっぱりそこをね、自分がやっぱりちょっと重いのをやりたいっていう風にな思いあると思うんですけど、それを急にやっぱり重いのやると怪我しやすいんで、サイドレイズを何セットかやっていく、何セットか終わって十分温まりましたという後でショルダープレスをやっていった方が、まあ三角筋に関しては十分すでに疲れてるので、さらに追い込むという感じで予備疲労法という感じも使いますけれども、肩のウォームアップとしてもサイドレイズができているので、ショルダープレスをやってもかなり怪我を起こしにくいということになりますので、やはり肩が心配な人はサイドレイズから最初に入っていくという考え方もあります。あと最後にあるのがもう疲労ですね。この疲れって何かなんですけど、まあ、生活の中で一番多いのはやはり寝不足が多いわけですけど、まあ、この寝不足になるなら当然ね、寝る時間を確保する動向もあるんですけど、それ以外にやはり深く眠れるかどうかというところもあるかと思います。そこでまあ僕はちょっとしたテクニックを使ってるんですけど、基本的には風呂を寝る90分前に入るということですね。これなんかもう本当に実証実験をされていろんな結果出てるらしいんですけれども、風呂に入って一回体を温める。そうするとまあ当然温めた体は熱が冷めてきますよね。その一回上がった体温が下がってくる、まあそれがまあしばらく暖かいけれども、だいたい90分ぐらいするとかなり下がってくる、まあ元の体温あたりに戻ってくるという、そこに入ってきた時が一番眠りが深くね、ぐっとね最初のところ入りやすいらしいんですね。だからその風呂に入って体を温めました、それをすぐ寝るというのでは体がほてってほてって逆に深くは眠れないらしくて、逆にも当然冷えたままで寝るのも良くないと。で、今のこの落ちているこの下り坂の落ちていく時に寝るのがいいようで、だからまあ今だんだんあったかくなってきましたけど、この真冬だからといって結構厚いものを着てソックスを履いて寝るというのではなくて、実際のこの手の甲のこのあたりとか、やはり足首とか足先、その辺を逆にソックスを履かないということで少し冷却をさせてあげると。で、そういう風にしながら少し体温を下げながら行って、ちょっと下がって普通の体温ぐらい戻ってきたところで寝るというのがいいので、あまり厚着だとそのソックスを履かない方がいいということで、あと時間のタイミングはそういうことで、それで寝ると深く眠りに入りやすいそうです。で、僕自身はもう一つテクニックを使ってて、まあこれ本当は僕自身が感じるところでこういう風にさ、なんか何年かのうちにこうなったんですけど、今の体温を下げるこの下り坂のところで寝るって言ったんですけど、まあ、僕は心拍数がダウンするところで寝るんですね。まあ、僕はあまりそもそもあまり寝転んでダラダラするたちではないんですけれども、寝る前の本当に 2,3 時間とかは意識して寝転んでテレビを見るとか寝転んで携帯やってるとか、まあそういうことは本当にもうしないですね。 2,3 時間はまあそう立ってる、家だから立ってるというのはあまりないかもしれないですけど、座ってまあ作業してから座ってる状態、そこからじゃあ寝るぞという時に寝転ぶと、当然座ってる時よりも寝てる時の方が心拍数でちょっと下がってくるわけですよね。まあ、僕の感覚だと、まあ心拍数が1分間に数回からまあ10回までは変わるかな変わらないかな、まあそれが結構やっぱ下がってくるわけですよ。で、その座ってから寝転んで心拍数が落ちてきたなというタイミングだと、ぐーっと結構寝てしまう、寝やすいところなので、僕はその心拍数をあえて落とすというところで寝ていますね。あとはね、疲労というのはそういった睡眠とかいかにもっていうこと以外に、やはり結構中高年で多いのが内臓への負担というのはまああります。この内臓もやはり20代ほど強くもないので、それがまあ自分たちがお金を稼ぐようになって、まあ人との付き合いもいろいろあって、飲み食いとかお酒とかいっぱい入ってくると、まあ付き合いでなくてもお酒を毎日飲むのもそうなんですけど、やはりお酒とあと脂質でカロリーが高いというところは内臓にね、かなり負担をかけてしまいますので、その処理するために内臓がいっぱいいっぱい働かなきゃいけないと。特にアルコールの場合は体に溜めておけない物質なので、とにかく早く排出しようと体がものすごくフル回転をするわけですよ。なのでそうすると体ってやっぱり疲れてしまう。僕なんかやっぱりお酒がそんなに飲める方ではないので、飲んだらやっぱり何かどこか体の疲れてる不具合が出るって、飲みすぎるとね、そういうのは本当にあるので、かなり飲んでいる人はその感じがわからないって言うんですけど、でもやっぱり多少はあると思うんですよ。やっぱりアルコールなんでね。だから そういう負担をかけないで日常を過ごした方が内臓も疲れにくいっていうのはあるので、本当はその辺からケアしていく必要があるかなと思います。あとはね、まあ筋トレダイエットっていうのは筋力を上げて体脂肪をね落として引き締めましょうというようなものであったりしますけど、これ逆に本当に筋力が低くて、もし体重が重い場合、体脂肪でね、そうするとやはり自分の体を持ち歩くこと自体がすごく疲れるわけですね。で、歩かなくても、じゃあ僕がこの体でお腹と腰の筋力もなくて、これで僕が90キロぐらい体重があったら、もう座ってても多分だるいと思うんですよ、重くて。で、それ自体がやはり疲れになってくるので、やはりこれはもう当たり前ですけど、きちんと筋トレして筋力を上げる、そして無駄な体脂肪を落としてスマートでいる方が疲れにくいとも言えると思います。はい。まあケアすべきところは本当にね、ストレッチから
筋トレの方法とか、それから睡眠に至るまでいろんなことをケアするところありますけれども、ただね、賢くやはり怪我しないで筋トレを続けてかっこいい体を続けていくためには、こういったことをね、こまごまとやはりやっていくことがこの年代には必要かなと思ってますので、今日どうしてもこういうことはね、しっかり伝えたくてお話ししました。そこらをしっかりやりながら頑張っていきましょう。チャンネル登録もよろしくお願いします。パーソナルトレーナーのイージーでした。